フェリックス・サバールは、フランスの物理学者、下界である、アルデンヌ県、メジエール出身。日本語表記は、サバールとも、物理学者、ジャンバティスト・ビオと共同で、電流素変が作り出す磁界の強さと向きを示す、ビオ・サバールの法則を発見した。発明家でもあり、人間の過長域の加減を知るための装置、サバールの車輪を作っている。また、ローマ時代の著作 アウルス・コルネリウス・ケルススのデ・メディシーナの翻訳も行っている。分子物理学の基礎の形成に貢献し、アナール・デ・ファジーク・イ・デ・チミエにも著者の一人として関わった。彼はまた弦の振動についても研究を行い、台形のバイオリンを制作した。これは2004年現在に至るまで、エコール・ポリテクニークに保存されている。サバールは1827年に、 フランス科学アカデミーの会員になり、また1836年には、アンドレ・マリアン・ペールの公認として、コレージュとフランスで一般物理及び実験物理の正教授となった。1839年5月30日に、王立協会の外国人会員となった。音程の単位、サバートは彼の名にちなむ。バイオリン製作者、ジャンバティスト・ビオムは、サバールと緊密に協力し、 楽器の質を高めた、サバールの定型バイオリンの設計図、アンシークロピディローレットより、ありがとうございます。